トリコテセン類の構造、R1 から R5 につく、肝能器により分類される。トリコテセン類は、マイコトキシンのうち、トリコテセン管を持つセスキテルペンに属する約百種のカビ系毒素の総称である。主に、麦、赤カビ病により生産される物質で、人や家畜に重篤な中毒を引き起こすほか、無脊椎動物、植物にも影響を及ぼす。ただし、 カエンタケにも含有されているように、必ずしもカビだけが産生するわけではない。トリコテ線のコア構造と4種の分類、トリコテ線類の基本構造は、中央に酸素原子1つを含む6因間があり、それを挟む2つの炭素間から構成されている。12、13単位がエポキシド、9単位に二重結合がある。12、13、 一キシートリエコテックマイナス 9N をコア構造と呼んでおり、それに対する痴漢パターンによって A から D の4種に分類することが行われている。トリコテセン類の生合成は、まずファルネシルニリン酸が、テルペンカ化酵素トライ5によって、トリコジエンとなる。続いて、シトクロム P450 であるトライ4によって、酸素原子が導入されていき、フザリウム属の場合は、 イソトリコトリオールが生じた後、非酵素的に異性化と感化が起きて、イソトリコデルモールとなる。ここまででコア構造が完成しており、あとは水酸化、アセチル化、エステル化などを経て、各種トリコテセン類が生じる。これらは3単位に酸素原子が導入されており、イソトリコトリオールに由来することから、T タイプと呼ばれることがある。フザリウム属以外のいくつかの菌では、 トライオンホモログによって導入される、酸素原子が一つ少なく、イソトリコジオールが生じる。この場合は、非酵素的な異性化と感化によって、コア構造である、エップットが生じ、以後は同様の就職を経て、各種、トリコテ線類が合成される。この場合は3体位に、酸素原子がなく、イソトリコジオールにちなんで、D タイプと呼ばれる。市場近では、 二次代謝産物の生合成に関わる遺伝子群は互いに隣り合った遺伝子クラスタを形成していることが多い。フザリウム属の場合、トリコテ先生合成遺伝子群は典型的には3箇所に分かれている。大部分の遺伝子が1箇所にまとまった遺伝子クラスタとなっているが、トライ1トライ16は2遺伝子で、トライ101は1遺伝子のみで離れて存在している。穀物など、 植物のカビからトリコテセンが検出された地域は、ロシア、フランス、ブラジル、インド、カナダなど冷帯から熱帯まで多岐にわたり、食中毒の原因として報告されている。トリコテセン酸性菌の一つ、フーゼリアムグラマイナームセンスストリクト。フザリウム属の主な生産菌道属菌には、ゼアラレノンや、フモニシンを生産するものがあり、重複汚染も多く、発生している。 キノコのカエンタケもトリコテ線類を生成するが、カエンタケの属するボタンタケ化は、フザリウム属と禁煙である。体内に取り込まれる経路は、皮膚及び粘膜などからの経皮浸潤、粉塵の吸入による、気管支及び肺、含有する食物接触の3経路がある。毒性は、タイプ A の T-2 トキシンが最も強い。トリコテ線類は、 リボゾームの 60S サブユニットに結合することによるタンパク質及び核酸の合成阻害による免疫阻害作用、セロトニン介在性ニューロンへの作用による食欲不振やオート、免疫系細胞へのアポトーシス、炎症性サイトカインの酸性などを引き起こす。このため人間を含む動物に対し強い毒性を発揮する。かつて日本では太平洋戦争後の食糧難時に 東南アジアなどから米を緊急輸入したが、輸入米がカビ汚染で黄色に変色し毒性のあるマイコトキシンを含んでいたため、十数万トンの米を廃棄した事例がある。このオヘン米事件の原因については、ペナシリアム属のカビが作る一人人、ルテオスカイリン、ルグロシン等のマイコトキシンとされている。また、第二次世界大戦後のソビエト連邦のオーレンバーク、 地区で発生した食中毒性無発血球症の原因物質であり患者の30%から80%が死亡した。麦やかカビ病の多発した1998年には台風で東北清水に使った稲の変色部位から検出した。タイプ AFAO、風合同食品添加物専門家会議による暫定対応1日摂取量として、イコール 0.06μg。 キログラム BW で2001年タイプ BFAO 風合同士食品添加物専門家会議による暫定対応1日摂取量イコール1マイクログラムキログラム BW で平成13年度に厚生労働省等の調査では国産小麦原爆の丼5000平均値は0.16ミリグラムキログラム最高値は2.1ミリグラムキログラム 輸入小麦原爆では、ドン汚染平均値は0 0 6ログラム、最高値は0 6 8ログラム。と、輸入小麦より、国産の方がドン汚染濃度が高いことを示すデータが得られた。普通、小麦では、製粉により、ふすまに高く、粉には低く含有する。酵母による分解はなく、また熱に対する安定性も高いため、 通常の調理では分解されない。ただし、調理方法によって、食品中への残存量は変わる。特に熱に対し安定であることから、一度酸性された物質を除去することは困難であるため、農作物の生産段階での対策が重要である。つまり、収穫前の適切な農薬散布や赤カビ被害補の別狩り、収穫後の迅速な乾燥。 粒厚や比重による選別などと同時に保管中の適切な衛生管理も必要となる。古くから小麦や大麦では赤カビ病に耐性を持たせた品種の開発が行われている。ありがとうございます。